ブラックチャンネル。ブラックチャンネルの次の企画、隣町にできた新しい公園行ってみた。どう？クソつまんなそうなので却下です。サトシくん、脳みそ入ってます？じ、ひど。視聴者は常に非日常を求めています。もっと刺激的で特別な題材でないと飽きられてしまいますよ。誰も行ったことない場所に行くとか。いいですね。そういえばこないだ映画で見たけど、宇宙にあるブラックホールは誰も行ったことないんだって。どんなとこか知らないけどさ、ちょっと面白そうじゃない？鬼ヤバですね。ブラックチャンネル、次の企画はこれで決定です。俺吸い込まれるの？ YouTuber は体を張ってこそでしょ。それはブラックも同じじゃ。鬼バズ確定の企画ですよ。やらなきゃ損です。まあそりゃバズりたいけどさ。って大きすぎる。本当に宇宙にいるんだ。あれがブラックホールですよ。じー、うわー、でかい。あれほどの大きさ、質量も相当のものでしょうね。何せ角砂糖1個ほどの大きさで、60ガイトンものブラックホールもありますし。それって何キロ？言ってもわかんないと思いますよ。そんなでっかいブラックホールに吸い込まれるなんて大丈夫かな。外観の撮影はこの辺で、そろそろ本番行っときましょう。ちょっと待って、心の準備が。さすがはサトシくん、リアクションバッチリです。いや、そういうんじゃなくて。では行きましょう。サトシが2人。俺ブラックホールの中に落ちてんの？はい。なんか実感ないな。あれ、カメラちゃんは？ブラックホールの外から落ちていくサトシくんを撮影してくれてます。カメラちゃんから中継です。え、俺が2人？燃えた。なんで？ブラックホール情報パラドックスというやつですね。何それ？ブラックホールの中心、事象の地平面にはファイアウォールがあり、触れたものは皆燃え尽きてしまう。そしてそれを外から観測することも理論上は可能です。しかし一般相対性理論的にはブラックホールに落ちていく人間は無事のはずなんです。つまり燃え尽きてしまう人間と無事に落ちていく人間、矛盾した2つの事象が同時に起こることになる。これがブラックホール情報パラドックスです。何言ってんだか全然わかんないよ。そろそろブラックホールの採用、得意点です。じー、俺こんななの？得意点の外から見るサトシくんと内側から見るサトシくん、全く別物のようですね。これってすごい発見なんじゃ。なんだ？時間が止まる。サトシくんは今ブラックホール内の強すぎる力に引っ張られ、光より速く移動しています。そのためサトシくんの周囲の時間はものすごくゆっくりです。つまりどういうこと？サトシくんはほぼ停止した時間の中で今、宇宙の始まりと終わりを同時に見ているのです。すっげー！カメラちゃんが撮影してる映像と俺が今撮ってる映像、両方合わせて公開したらバズりまくるでしょ。宇宙も終わってキリがいいですし、帰りましょうか。げっ、そういえば帰れるの？理論上は光より早く移動すればブラックホールからは脱出できます。うわー！さてさて、こないだアップしたブラックホールの動画、今頃大バズりかな。CG オツ。ブラックホールには現代の科学技術では絶対に行けませんよ。言ってみた、嘘つくなや。何これ、誰も信じてませんね。くぅ、本当に行ったのに。コメントで論破してやる。科学とかはわからないけど本当に行きました。とコメント頭ある。嘘なのバレバレだから。どうしてフェイク。うわ、もっと炎上してる。再生数は大量です。まあ低評価も大量ですが。頑張って撮影したのに。サトシくんの望み通り鬼バズりじゃないですか。そういう意味じゃねー。じー、動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。